はい、ということです。というわけで引き続きってあれですけど、森からお送りしております。はい、結構この森いい感じでですね、まあ、こんな感じで、あれ高台にあるんですよ。そう見えるかな。お風呂もついてます温泉ね。はい、というところからちょっとすみません、趣味爆発な放送をお届けしたいと思います。なんかね、Dラボのね配信とかも結構 YouTube も含めてですけど、今月の22日から大きく変えようかなと思ってまして、はい、もうすでに一応予定は立ててあったかな、立ててあると思うんで、もうね気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、 YouTube も Dラボもだいぶ変わっていきますので、ぜひぜひという感じなんですけど、まあ、一応 YouTube とかでもね、フルでやる放送とかもやっていこうかなと思ってまして、今日はその一つでですね、もう普通に自分の好きなものを紹介してみようと、本とかも全部なんかそういう、ね、自分の好きな本とか、ね、買って面白かったもと良かった感じとか、そういうのも紹介しようかなと思ったんですけど、今日はですね、なんと、はい、クラファンに2000万突っ込んじゃいました。はいね、僕ちなみにクラファン好きなんですけど、クラファンって買っても届かなかったりとか、あとあんま大したことなかったりとかするものがあって、昔僕アメリカのクラファンとかね、インディゴーゴーとか、ああいうのとか結構ね、いろいろこうね、なんだろう、投資というかクラファンで、買ったけど何も届かなかったんで、あんまり嫌いだったんですけど、ちょっと今回はですね、僕のちょっと大好きなお店があってね、焼肉のお店なんですけど、そこのクラファンにですね、ちょっと2000万突っ込んでしまったっていうのがあって、で、なんで2000万突っ込んだのかって話と、そのお店の魅力について一応ご紹介しようかなと。で、多分2000万も突っ込まなくてもできます。確かに2万円とかから確かクラファンあったと思うんですよ。で、僕が突っ込んだのは、今日ご紹介してるクラファンと同じお店がその前にやった時のクラファンなんで、ちょっと違うんですけれども、まあ、前回のクラファンまでに合計1億1700万集めた、会員制の焼肉屋さんっていうのがあって、トラナーナとかウラトラって呼ばれてるところなんですけど、飛行機が通ってます、すいません。はい、そこのですねクラファンも今日はご紹介しようかなと思います。でね、何がすごいかって、まず2000万のクラファンは、これ、特別な会員権で、まあ、それもまあ、その2000万というところなんですけど、僕も2000万出しても全然得だなと思ったんで、普段通ったりもしてるのもあってですね、出しちゃったんですけども、これ何がすごいかっていうとね、いわゆる焼肉屋さんとかステーキ屋さんみたいなお店とは全く違う、ちょっと全く新しいタイプの、お店なんですよ。で、もともとトラナーナっていうのは焼肉トラナーナって言って超有名なんだけど、これのそのステーキバージョンみたいなお店があって、それが裏トラっていう、ところだったりとかするんですけど、そこね、実は会員制なんですよ。で、今までは、基本的には入れなかったんです。オーナーの友達しか入れないっていう、そうお店だったんだけど、そこが、まあ、会員権をクラファンで開放して、でそれ でしかもちなみにオーナーの友達でも2ヶ月とか予約取れなかったんですよ。2ヶ月待ちとかだったんですよ。なのに、まあ、その最近クラファンでその、枠を開放して始めたってやつで、まあ、これは行かなくちゃと思って、ちょっと僕はね、結構2000万ぐらい突っ込んじゃったんですが、なんで2000万突っ込む価値があるのかって話をします。完全な趣味の放送です。もう、大悟の趣味の話どうでもいいから、そのクラファンのリンクを教えるよって方は、概要欄、の方にですね、リンク入れてますんで、よかったらそっちからですね、まずは見てみてください。2万円とかぐらいから多分クラファンあったと思うんで、はい、そんな2000万のクラファンは多分今回はもう締め切っちゃって、全部売れたらしいですよ、2000万のクラファン。僕確かに2000万買ったけど、2000万のクラファン確か5人とかいたはずなんですよ。5個分とか分かったはずなのにも全部売れたらしいです。はい。それぐらいすごいお店なんですよ。はい。で、何がすごいかっていうと、一つ目のポイントがですね、国産の生 T ボーンが食べれる唯一のお店です。はい。生 T ボーンって別に焼かないで出てくるわけじゃなくて、いわゆるこうステーキ屋さんとかでステーキの肉とかいろんなものがあって、T ボーンステーキって今めっちゃ流行ってますよね。例えばウルフギャングとか、ピーター・ルーガーとか、結構アメリカとか海外から入ってきて、T ボーンステーキがボーンって食べれるみたいなお店あると思うんですけど、ああいうお店って結構高いんですよ。まあ、一人平気で3万とか4万とか、取られるようなお店なんですけれども、実はね、知ってました？皆さん。T ボーンステーキって冷凍なんですよ。全部冷凍なの。T ボーンって、まあ、例えばじゃあその、有名なね、なんかその、芸能人とか行くみたいな、まあ、そういう海外の T ボーンとかは、やっぱりアメリカ産の肉でかつ冷凍なんですよ。はい。で、国産のじゃあ、冷凍しない T ボーンってあるのかっていうと、ないんです。なんでかっていうと、骨がついてる肉なんで、相当鮮度を維持するのが難しいんですよ。プロの仕事とか、管理のタイミングとか、あとは機械損失ですね。食べれなくなっちゃう、質が悪くなっちゃうみたいな、そういった時のリスクを全部許容してるところしか、生の T ボーンってゲットできないんですよ。で、実際今日本では、このお店、ウラトラとかトラナーですね。ここ以外では、
食べれないらしいです。国産の生のティーボーンが食べる唯一の店で、で僕も毎回行くたびにこのティーボーン食べてるんですけど、本当美味しいんだよね。しかもなんかいわゆる焼肉とかってさ、あの油が強い肉とか僕すごい苦手なんですよ。脂身とかカルビとかですらちょっと油強くて嫌だなと思うんですけど、あのねティーボーンはね本当に、まあ、ヒレ肉とサーロインなんですけど、全然油がない、もうすっきりしてて、もう飲むように食べれると、しかも生なんで臭みも全くなくて、でこれが食べれる唯一の店なんですよ。でこれがしかもそんな高くないんですよ。1万円とか2万円とかそういうコースでの中のメインでドーンと出てくるんですけど、しかもこのでかい、ちょっと今画像で見えてると思うんですけど、ボーンっていうのが食べれるので、結構ねこれがすごいんですよ。有名どころ全部冷凍なんですよ。この店だけで食べれるっていうのが1個目のポイント。もうこれだけでも価値があると。でちなみにね、この肉食べきれないんじゃないかと思う方いると思うんですけど、食べきれなかったら、まあ、持って帰ったりとか、あとは僕よくやるのはその肉をメイン取っといて、ここねカレーもめちゃくちゃ美味しいんですよ。しかもねカレーと一緒に出てくる米がやばくて、めちゃくちゃお米にこだわって、この、まあ、オーナーの人がですね、まあ、パッと見ながらちょっとマフィアみたいな怖い顔してるんですけど、めっちゃいい人で、こだわりがめっちゃ強い人で、でそのオーナーさんが選んだ米とあの最強のカレーを最後の締めで出してくれたりとかするんですけど、この締めのカレーに残っちゃったティーボーンの肉をポンポンポンって落として食うんですよ。最高、もう幸せで、しかもおかわりできるっていう、それで僕よく言ってるんですけども、そんな国産の生のティーボーンを食べる唯一のお店です。はい。で2つ目のポイント、これもエグいですよ。なんとですね、食材が飛行機で直送してます。はい。あ、もちろんね、あの近くで取れるものは別なんですけど、あ、いわゆるこう、食材って、例えばじゃあ野菜だったりだとか、まあ魚介とかもそうですけど、特に野菜って実は一番賞味期限が短いんですよ。例えば魚とか肉とかだったら、締めてからちょっと熟成させたりとか、魚も締めてからしばらく経ってからの方が美味しいものが結構多いんですよ。なぜかっていうと、締めた後って死後硬直するので、硬くなっちゃうので、で、これがほどけたぐらいが美味しかったりとか、旨味を感じれるようになるとかっていうのがあるので、魚とかは逆にね、そんなに急いで仕入れなくても大丈夫なんですよ。もちろん物とか種類にもよるんですけど、一番やばいのが野菜。だから皆さん地方に行った時に、僕も今そうなんですけど、野菜がめっちゃ美味しいんですよ。なんでかっていうと、やっぱり地方の畑で取って地方で食べたらその日のうちとか、まあ、数時間取ってから数時間とか数分で食べれるけど、東京とかね、あのやっぱりこう都会に持ってこようと思ったらめっちゃ時間かかっちゃうんですよ。トラックとか車とかで運んだらやっぱり一日ではなかなか届かなかったりとかするし、そういうのがありますよね。ところがこのオーナーさん、ちょっとやっぱ頭おかしいなと思うんですけど、僕いつも。食材がさ、一番美味しい状態で食べれなきゃ意味ないからって言って、その食材を直接買って、飛行機で送ってもらうんですよ。やばくないですか？だから、食材が飛行機直送だから、もう、現地で食べるのにはさすがに負けるんだけれども、数時間分は負けるんだけれども、でも、どこで買うよりも新鮮な野菜とか食材が食えるんですよ。だからね、レベチです。本当にだから、僕もなんか友達とかと一緒にこの店とか行ったことあるんですけど、例えば、いや、その食材苦手なんだよねって、いや、それちょっと臭みがあるからさ、って言ってるのも、ここだったら食べれるって人が結構多いぐらい感動します。はい。なのに、そのさっき言ったみたいに、コースの料金はそんなに高くないんですよ。はい。っていうですね、食材が飛行機直送っていうのが二つ目のポイントです。はい。ちなみにね、あ、いや、まあ、ちょっと後で話そう。結構ね、このね、食材の説明を聞くのも楽しくて、まあ、このオーナーの人がシンさんとしたんですけど、めっちゃ面白いんですよ。例えばね、醤油のかけ方とかを間違えると怒られたりするんです。違うと。醤油はこう一滴垂らすみたいな感じで、食べ方も結構こだわってて教えてくれるんで、あとね、絶対言っちゃいけないのが、これ皆さんもしこれ概要欄の方にクラファンのリンク入ってんで、クラファンで言ったらやっちゃいけないのが、わさびと醤油ができた時に、醤油にわさびって溶く人いるじゃないですか。あれやると怒られるんでやめてください。はい。わさびは醤油についたら香りが消えちゃうんで、わさびと醤油は接しないようにして、わさびは上に乗っけるね、醤油は下にちょんとつけると、それで行くっていうのが基本なんで、はい、これ覚えておけば怒られないと思いますけど、まあ、そういう食べ方も教えてくれるっていうのがポイントですね。で続いてがですね、前菜がかなり豊富です。やっぱり焼肉とか行くと最初から最後まで肉肉肉肉とかでなんか使えるしみたいなのとかあるじゃないですか。ところが前菜がすごい豊富です。でヘルシーです。もうほんとコース料理みたいな感じで、ちょこっとずつちょこっとずつですね、いろんなその季節の食材とかが出てくるので全然飽きないです。で本当に肉ドーンってくるのは最後のティーボーンステーキがバーンってくる、だけとか、あと他にもただドラナとかだったら焼肉っぽいやつとかもやってくれたりとか、いろいろこう日によって変わったりするんですけれども、やっぱ前菜が普通にね、ヘルシーで美味しいので、ニラとか最高ですよ。よくニラとか出してくれるんですけど、うん。でね、まあ、そういうのもぜひね、楽しんでもらいたいと。はい。で、あとはですね、これも大事なポイントです。ワインがとにかく安い。めちゃくちゃ安いです。え、これ本当に元取れてるのってぐらい安いです。例えば、オーパスワンってワインがあるんですけど、まあ、これ普通にお店で頼むと平気で10万とか15万ぐらいする、ワインなんですけど、これ6万円ぐらいで出してます。はい。有名どころで言うとね。はい。もうこれかなり安いです。で、こんな別に6万出さなくても、他のワインもすごい安いんですよ。めちゃくちゃリーズナブルで、普通のお店って仕入れ価格とか一般の価格に3倍に乗っけます。だから例えば、Amazon とか楽天で5、6万円で売ってるワインはお店で頼むと15万します。はい。なんだけれども、6万円でいいと。
はい、そういうのやってるの でしかもね持ち込み OK です、はい、だからその自分でワイン持ってきたいとかさすがにその、ね、高いワインじゃなくてもいいんだけど家で例えば僕がよくワインとか紹介したらその紹介したワインを飲みたいって場合は持ち込み全然 OK です、はい、なんでそれも対応してるってところでいいんですよね。ちなみにねワインとかが苦手って人も普通にねビールとかドリンクもめっちゃうまいですよ。焼肉屋さんのドリンクってねまずいんですよはっきり言って。あの本当居酒屋のドリンクと同じ感じ、焼肉屋のドリンクってそのほとんどがねこだわってるところもあるんですけれども、でもそこのこだわりがすごくてワインもそうだし、それこそなんかこうね、普通のなんかこう、じゃレモンサワーみたいなとかハイボールだったりとか、あれもめちゃくちゃこだわってるので、美味しいんで、ワイン苦手って人も全然いいと思います。はい。で、最後ですね。これが僕一番好きですよ。季節の貝が神がかってるんですよ。つまりもうここね、ステーキ屋さんじゃないんですよね。多分このオーナーの人の趣味のお店になっちゃってるので、例えばじゃあ、春だったら、春ニラ餃子の貝ってのがあって、もう、春ニラってね、めっちゃうまいんですよ。そう、このニラ。で、これを使った餃子の貝をやってたりとか、あとはおでんの貝。おでんもやばいんだよね。おでんの貝があったりとか、タコを食べる貝とか、マスターキョウすき焼きする貝だったりだとか、ネギと豚しゃぶの貝とか、もうステーキ屋さんにとどまらない、ほんと美味しいもの全部ここで食べられますみたいな、そういうお店になってるので、だからこれ会員さんだけなんですよね、確かね。会員の人だけが定期的に開催されるそういう会のところに行けるので、めちゃくちゃおすすめなので、はい。ぜひ。で、もし、これちょっと僕すみません、聞いてないんで勝手に言っちゃうんですけど、概要欄の方から、このね、浦田さんとかトランナーの、会員権をもしゲットして皆さんが行った時に、第5の D ラボを見てきましたとか、っていう風に言ってもらったら、多分なんか良くなるかもしんないです。わかんないですけど。はい、わかんないですけど。勝手に言うと怒られるから。でもめっちゃいい人なんで、はい。パッと見すごい怖いんですけどね。僕も最初怖いなと思ったんですけど、パッと見怖いんですけど、いい人なんで、ぜひですね、行ってみてください。はい。ちなみにこれね、なんかよく言われるんですが、PR すかとかって聞かれるんですけど、PR じゃないんですよね。なんでかっていうと、PR の人たちとかステマの人たちってお金もらって宣伝するじゃないですか。僕お金払ってるんで。僕2000万払ってるんで、はい。払った上で勝手に紹介してるっていうですね、いい客だね。はい。ちょっと今度サービスしてもらおうかな。はい。まあいや、はい。そんな感じで、ぜひ。もしかしたらそこのお店に行くと僕と見かけることがあるかもしれないんですけど、見かけたらまあよとか言ってもらって全然大丈夫です。女子といる時だけはちょっと気遣ってください。はい、以上です。はい、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。損はしないと思うんで、はい、勝手に自分の好きなものをおすすめする回でした。以上です。それでは概要欄の方からリンク入りますのでよかったら見てみてください。それでは。